香川ざま、ざまでもないんじゃない？だって今ほら、あの、東郷とかいうのが今、ケツ持ってんだろ？いいじゃん。うん。いいんじゃねえの？だけど俺がびっくりしたのよ。昨日、石川が佐野さんの真似して、のりちゃん吸いたいわ。ねえ。俺の真似は誰でもやるんだよ。真似しやすいのかなんか知んねえけど。しかしな、びっくりしたな、香川の日本全国。一周。あれ350ぐらいかかってんだってよ。全部白菜さん出してるっていうのは。俺はそれびっくりしたね。ああ。マジで。ああ。マジで。ああ、言ってたよ。それでこの仕打ちですわ、とか言ってた。うん、後ろ足で砂かけて逃げてったってよ、香川。どうしようもねえな、あいつな。うん。レンちゃん、いろいろありがとうね。すみません。なんか、嫌われ役、レンちゃんに押し付けちゃって。うん。あ、ゆうこさん、いらっしゃい。うん。悪いことしたな、姉ちゃんにはな。いや、まあでも面白いと思ったからやったんじゃない？アクサイさんも。いや、まあ今更それはどうも思ってないって言ってたけど、うん、ただ、なんか素っ気ないもんですみたいな感じよ、うん、いや、だから投資じゃねえんだろ、うん、投資ってことは、それに還元があるわけじゃん。還元がないの分かってやってるわけだから、投資じゃない。うん。分かるでしょ？投資ではないんだよ。うん、遊ぶ相手？いいじゃんよ。これから俺らと仲良くやっていけば。全然。うん。いいんだよ。あの、いや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 、白菜さんが、他のどの配信者と仲良くしたって別にいいわけよ、俺は。うん。そうでしょ？だってガスが、まあ、スーパー株だからガス代はそこまでかかんねえだろうけど。ああ。だからさ、あれ香川ってさ、あの、うろちょろうろちょろ回ってさ、いろんなリスナーに会ってさ、小遣いもらってたのも全部ポッポだぜ、あれ。どうしようもねえな。ああ。一円も金かかんないでやってたんだからね、あれ。それだったら俺だってできるよね、あの、あんなことだったら。なあ。いや、俺最初さ、結構自己資金ありで、で、ところどころでリスナーさんからちょいちょい、あの、お布施というかさ、あの、援助金をもらってたのかなって思ったけど、全部もらってんだな、あれ。うん。聞いたのよ、俺が。あれ、金の出どころどこよって。白菜さんって言ったら、そうなんですよ。どんぐらい行ってるって言って、俺、150ぐらいって言ったら、いや、300超えてます。うん。ええー、って思ったけど、まあでも計算すればそんぐらいいっちゃうなって。卑怯じゃねえじゃん、全然。だって、白菜さんが香川蹴ったんじゃないんで、香川が逃げてったんだよ。うん。白菜さんは別に香川のこと嫌いには別になってない。うん。ただ、はぁ、まあまあまあ、しょうがないですよって言ってるよ。うん。いや、なんか、すげえ、生意気な口聞いたりしてたんだって、白菜さんに。陰口じゃねえじゃねえか、事実だよ、これ。ああ。で、ちょいちょい喧嘩になったりしてたんだって。何もできねえデクノボーの香川がよ、な、会社やってるお前よ、白菜さんによ、ガッチャ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 言って、しかも銭出してもらってんだぜ。バカだ、あれ。ああ。そうだろ？もうろくなもんじゃねえよ。